を願っています。さあ、恵子ちゃん、はい、本当に1年ぶりのね、はい、これから活躍してもらうわけですけれども、どうですか、こんなたくさん人前に立った心境は。もうすごい、でも1年ぶりなんで、すごい緊張します。そうだよね、はい、1年間どこで何してたの？田舎で、うん、畑しまった。やっぱりこうサターンに変身すると、もう1年前のそのまま可愛い聖子ちゃんのまんまなので、お母さんは安心しました。どうぞこれから2人2月頑張りますので、よろしくお願いいたします。それでは次は外部太陽系ペアチームを紹介したいと思います。私は全身あるのみで、あとは皆様に楽しんでいただけるようなステージを作れる女優になりたいと思います。今年も頑張ります。セーラーネプチューン海王みちる役の田原ひろ子、改めまして本公演から優子になります。よろしくお願いします。私の抱負はもっとたくさん勉強して、自分でいい詩を書いて、いい曲に巡り合って、もっと歌が上手になることです。セーラーウラヌス天王遥か役の木村早苗です。ここ私思うんだけどさ、何にうさぎちゃん、いきなりずーっと思ってたんだけど、うん、なんで外部太陽系選手にはそれぞれのテーマ曲があるの？それは言えるね。サターンのテーマでしょ、プルートのテーマでしょ、プラネコのテーマでしょ、まあ、全部プライドだけど。私は今声を大にして言いたい、なんで主役セーラームーンオンリーミーのテーマ曲がないの？サギちゃんなんかいいじゃない、私ゼロよ、オンリーゼロ。そんなことで揉めない。僕なんていつも3人1組なんだから。皆さんごきげんよう。またまたやっちゃいましたね。セーラーバーキーだ、ヒーラー夜天小役の奥山桃子です。3ライト改めまして5ライトでお送りします。曲目はもちろんこの曲、チェイシーユー夜天バージョン。頼むよ、戻ってきたけど負けないの。改めまして、曲目はChasing After You、 夜天バージョン。この腕に抱きしめる、オンリーの
どうぞ、はい、私たち内部と外部どっちが好きなの、はい、そんなことここじゃ言えません。どっち、やっぱり内部ね。死だよ。胸に隠し燃える恋のあなた、時が目にすれば炎に返せ、戦いにけなげな乙女の熱意に応えて、自分の肩から膝今タクシードミッション、コスモスから託されてミスティックファッション、シュールな愛さくれつさせて、タクシードラスモーキングボンバー、タクシード仮面千葉守役のすっごい鼻声の望月優太です。ありがとう。僕の今年の抱負はフルートと浮気をすることです。本当なの、ママちゃん。私が間違っておりました。私